くなっておこうか、はい、ちょっと匿名っぽくなりましたけど。それではよろしくお願いします。はい、セノーです。ドキュメントのスタイルの標準化というようなことをちょっと考えてます。それについて発表したいと思います。よろしくお願いします。まず最初に、僕とリブレオフィスの関係というか、どんな感じなのかというんですけど、僕はリブレオフィスは2011年の頃、学部4回生の頃から使って、主にハルクとインプレスを、よく使ってました。で、僕は結構リブレオフィスに興味があって、勉強会とかに参加していました。で、大阪出身なので、関西リブレオフィス勉強会にちょく参加していました。で、リブレオフィスインカンファレンスというのに、時々参加していました。で、あとは、ブログを持ってまして、2002年前ですね、アドベントカレンダー、今ちょうどやってるところだと思うんですけど、それに記事を書きました。で、あと2年前にリブレオフィスインカンファレンスでちょっとライトニングトークで、発表もしたりしました。こんな感じです。で、早速なんですけど、2014年7月22日、ザ・ドキュメント・ファンデーションに衝撃走る。何があったかと言いますと、イギリス政府がオープンドキュメントフォーマットを採用するということを決めました。これが衝撃になったんじゃないかなと僕は思っているんですけども、詳しい話なんですけども、2014年7月22日に英国政府内で使用が期待される文書ファイル形式について、プレスリリースで指針が出されました。閲覧用としては PDF か HTML で、編集用としてオープンドキュメントフォーマットを推奨するという、そういう勧告でした。で、これにより累積で12億ポンド、1600億円の節約を目指すということで、いろいろ湧いたんじゃないかと思います。で、これで ODF っていうのは LibreOffice の標準形式なので、英国政府のお墨付きを LibreOffice が得たと思っても、いいんじゃないかなと。いうふうに思いまして、で、ここから期待されることとして、ODF が利用するのを促進されるということと、LibreOffice がどんどん利用拡大するんじゃないかっていうふうな、ちょっと僕は思ってたんですけど、これは果たして本当にそうなのかどうかっていうところなんですね。で、ここで質問したいんですけども、あなたは、仕事でオープンのドキュメントフォーマットや LibreOffice 使ってますか？ちょっと、会社の人に聞きたいんですけど、使っているという方、挙手をお願いしていいですか？半分以上。さすがですね。はい、ありがとうございます。6、7割くらい。ありがとうございます。僕はこれは僕はあんまりないかなと思ってたんですけど、僕はこういうシナリオで作ったので、このシナリオでいくんですけども、一般の社会では、マイクロソフトオフィスっていうのはやっぱりちょっと使われてるのかなというのが印象で、僕も今の会社はマイクロソフトオフィス使っているので、それを使わざるを得ない状況なんですけど、で、あと、ウェブでの表示を考えたら、オープンドキュメントフォーマットをそのままウェブブラウザで開けるかといったらそれは無理な話でして、テキストファイルと HTML をどっちかするしかない。ということは、オープンドキュメントフォーマット、リブレーションの拡大が進んだとしても、これらとの変容がまだまだ重要なんではないか。つまり、ODF とオープンの基礎オープン XML、HTML の相当運用がこれから重要になってくるんじゃないか。そういうことをちょっと思ったわけです。で、ここで考えることは、そもそもなんで ODF やオープンのオフィスオープン XML、HTML 標準化されたか、標準化されて何が嬉しかったのかっていうことをちょっと考えます。開発がしやすくなるか、誰でも知ることができる、コストが削減になるか、技術上の拡大となって、今後の、改善になる、改善になる、自分の文章を他のソフトでも使えるようにする、こういうことをいろいろ考えたりするわけです。で、これについて一つの答えとしてあるのが、ロジックス原理主義というのがあるんですね。ロジックス原理主義というのは、このスミスペーシャシェルショッカーという団体が実践している、一つの考え方なんですけども、はい、でロジックス原理主義という考え方について、ちょっと説明したいんですけども、これ今僕はちょっとハマっているものでして、ソフトウェアに高い互換性と長い持続性を実現するプログラミング開発指針、オープンソースソフトウェアと同じような、プログラミングの開発指針なんです。で、これはデジタル標準に従う、W3C だったり ISO だったり、そういう標準に従うことによって、プログラムの交換可能性を担保する
これにより互換性と持続性を実現するというそういう指針です。具体的にはあの3つの指針があるんですけども、POSIX という規格があります。これは Linux 系の OS であの基本的な守るべきものとされている規格なんですけども、これに極力順位に拠したセルスクリプトや C99 によるプログラミングを行うこと。で、交換可能性担保、これが POSIX-MC の、本質なんですけども、複数のコマンドを実装で動作を担保できるということの限り、POSIX 規格外のコマンドを使う。まあ、この考え方にもっとって W3C というと、複数のブラウザで動くように W3C の感覚に従うことで、ウェブアプリを作ったりする、まあ、そういうことです。まあ、論文も出ています。持ってきてるんで、欲しいとお渡しします。で、POSIX 原理主義の、まあ、本質なんですけれども、まあ、交換可能性というのは本当に大事で、まあ、先ほどの最初の、方が出されていた、まあ、オフィスオープン XML じゃなくて ODL を使うべきという一つの理由のところでもあるということで、まあ、ODL が採用された理由の一つとして、交換可能性による互換性、持続性がある。これが一つあるんじゃないかと思いました。で、まあ、実際に、まあですね、バージョンアップ動かないというふうなことを検索エンジンでかけますと、すぐにこんなのが出てくるわけですね。こんなことが出てくるわけですよ。だからソフトウェアとか文書においても、こういうバージョンアップとか互換性っていうのが一つ大事な問題になってくる。そこで、僕は POSIX 原理主義という考え方をドキュメントに対して適用する。そういうことをちょっと考えました。で、今日はそれに発表しようと思いました。で、ドキュメントの交換可能性とは何であるか。ここで僕は3つのことを考えました。それは文書の交換、変換によるもの。もう一つは抽象的な形式、まあ、軽量マークアップなので、元のデータを保持しておくということ。最後はその文書スタイルの相互互換性を保つということです。で、1個目、文書の変換は、先ほどの野原さんのアップでもあったんですけど、単独という要素、まあ、文書形式を変換するためのツールがあるんですけども、これによってそれ ODF から Office、Open、XML、XML、それぞれ相互変換する。これの強みは文章を相互変換でき、自分のソフトで好きな文章を作れるということで、まあ、ユーザーの嬉しいですよね。で、欠点としては、まあ、変換は完璧ではない。完全にはできない。何かしたら欠損が残る。そして、ファンロック自体が交換可能性になるし、ファンロックが1つしかない。ファンロックと同等のものが他にあるのかって言われたら、僕は知らない。だから、これは交換可能性がない。ファンロックによるやり方は。で、次。2つ目、軽量マークアップで元データを保持するというやり方。まあ、軽量マークアップは、まあ、これも野田さんの書くだけで、マークダウンというものがあったりとか、リストラクチャーテキスト、アスキードック、リリー、そういったものがあるんですけども、こういったものを使うという的、一見というのは、プレインテキストであるということ。まあ、プレインテキストなんで、まあ、何も、まあ、交換性が高い。で、まあ、書き方もフォーマット、標準化があるので、まあ、いい。で、ワンソース、マルチユース、こういうことができる。ただ弱点としてはこれも一方通行である。つまりマークダウンから例えば ODF に変換します。で、ODF で何か編集して、そこからまたマークダウンに戻していきます。そんなことをやると、その ODF で編集した内容はマークダウンに入る。戻るついて、情報は欠損されてしまう。これが交換可能性じゃないじゃないか。で、HTML 以外の変換は、基本的に外部ソフトの移動、例えば F であったりとか、なんかいろいろそういうソフトを使うので、そこに関しても交換可能性ないじゃないか。ダメじゃないか、という話。で、そこで最後の3つ目が文書スタイルの互換性維持。これは ODF、Open、Office、XML、HTML に互いに相当するマークアップスタイル適用を心がける。この強みは特に新しいソフトを使うこともなく、データ形式を使うこともない。で、弱点としてはスタイルの適用パターン、まあ、そういうところに個人差が出てくる。で、互換性のないスタイルというものが存在するので、こういったものに気をつけないといけないです。で、この中で僕は今回はその文書スタイルの互換性というのにちょっと着目をしました。でというのも、POSIX 原理主義っていうのは、既存のものがない、なかったら、なんかその辺にあってソフトを使うっていう、そういう考えじゃなくて、なかったら自分で作る。すでにあるものにどうにかする。そういう考え方があるんですね。まあ、ユニクスのテクトというか、まあ、そういうところもあると思うんですけど、他の最初の2つの説明は、その新しい形式であってツールに依存していると。だからダメだと。で、あともう1個は、その Office Open XML、HTML、それぞれの違いを認識するってことが、まあ、1つ、まあ、大事なことなんじゃないか。それとそれぞれのスタイルに関する情報っていうのが網羅的なものがあんまりないんじゃないかなと僕は思ってるんですね。例えば各スタイルが どういうところに使うべきかっていう、そういう網羅的な文章っていうのはあんまりないんじゃないかというふうにはちょっと思ったので僕は調べました。で、まずその調べるにあたって、まずこういう HTML だったりオープンの、フォーマットとか Office Open XML っていうのは、まあ、ちゃんと仕様が決まってるんですね。で、それをちゃんと文献があるんですね。で、誰でも見えるようになってあるんですけど、まあ、HTML とWSGSがあって、で、2つも相性が出してる。で、その中で、今、スタイルで僕見たいライターのところとか、ワードのところなんですけども、ODF
だったら大体5章から10章、大体これで130ページ。オフィスオープン XML のワードなんですけど、これは17章って書いてるんですけど、これがここだけで全400ページあるんですよね。すごいですよね。こんなのちょっと見てられないって話なんですけど、まあ、これで調べてちょっと思ったけど、まあ、オープンドキュメントファームと、XML は、まあ、XML のマークアップにしておくということで、ちょっと複雑なんですね。で、ライターや MS ワードを使っていて、XML を意識することでもないんですよね、基本的にあの GUI で、リズミックでやってくれるんで。で、これらの仕様の対応関係を見ても、実際より対応が取れなかったらです。現実的に意味がないじゃないですか。で、ライターやワードのスタイルから XML のマークアップの対応を把握するっていうのも、これ一つ大事な作業だと思うんですけども、まあ、実際にちょっと、まあ、量が多いので、まあ、ちょっと今回無理だったということで、今回は LibreOffice ライターと MS ワードに標準で備わっているスタイルと HTML のマークアップを比較するということをやりました。で、まず標準スタイルとは何か、そこからですね。ソフトウェアで初めから内部的に用意されているスタイルです。自分で新規作成したスライダーはないです。それを自分で作ってしまったら、もうそれ独自スタイルですよね。交換可能性がなくなってしまうということです。それで、これを標準スタイルで使うということは何がいいかと言いますと、VBA であったり、まあ、ベーシック、そういったところの API から参照が可能なので、将来的に自動変換ということが可能になるということで、まあ、将来性があるんじゃないかと思いました。で、LibreOffice ライターのスタイルなんですけども、まあ、これも長さがちょっと発表してますね。まあ、スタイルが5つある。ダーナット、文字と、ワット、ページリスト。これは、LibreOffice 4.0 のマニュアル、5.0 のマニュアルがなかったので、そこから、ね、引っ張ってたんですけど、そういうものがある。で、これがそれぞれのアイコンを示している。まあ、ダーナットとワットです。で、それとは別にもう一個、分類があって、この書式スタイルをこう、クリックしたらわかるんですけど、こう、まあ、多分人がわかるように、こう、さらに細かく分類したりですね、HTML だったりとか、隠れたものだったり、カスタムだったり、テキスト関係の。まあ、そういったところが分類されて、基本的にはこの5つの分類になってますと。で、ここがライターの標準スタイルをどうやって確認するんだっていう話なんですけども、公式マニュアルに何かそういう網羅的なものないのかなと思って探したんですけど、なかったですね。なかったんですよ。期待したんですけど。で、存在すでに LibreOffice ライターの中で持っているものは全て標準とみなす。そしてベーシックです。それを出力する。そういうアプローチを取りました。で、これに、まあ、僕あんまりベーシックとかよくわかんないんですけど、このマクロの森っていうところは、LibreOffice のマクロを見たら多分誰もがたどり着くと思うんですけど、ここにやり方が、好きな方があって、それを参考にしました。あと、追加なんですけども、LibreOffice の内部 API では、LibreOffice では言語によってその見た目の表示される言語が変わってくるんですけど、内部 API では英語しか使えない。まあ、ちょっとそれを気をつけておかないといけないんです。で、これが、標準スタイルを確認するための行動なんですけども、まあ、ここでキャラクタースタイルっていうのがあるんですね、ここ。で、これで、まあ、キャラクターだったり、パラグラフだったりとしていいです。で、ここで、ここ僕が書いたんですけど、ディスプレイネームっていうので、その、言語ごとのロケに応じた名前っていうのも表示できるので、ちょっとこれを確認したいと思って追加しました。はい。で、まあ、さっき今言ったところなんですけど、そこのキャラクタースタイルってところを変更させることで対応、変えることができるんですけども、これは、LibreOffice の API マニュアル、この、なんか、独資源で使われたこのマニュアルがあって、そこをちょっと探しまくってて見つけたんですね。キャラクタースタイル、パラグラフスタイル、ページスタイル、グレーンスタイル、ナンバリングスタイルっていうのがあります。で、これで、出力させた、それぞれ27、122、17、10ということで、全部で176個のスタイルがあるということが分かったんです、これで。まあ、右がこういうふうに出力がいいですね。ちなみに 3.6.7 がここで調べたんですけど、スタイルがいい。数に違いはない。日本語の翻訳の、まあ、ちょっと違いはあったんですけど、3.6 の時点からもうスタイルについてピックスしているということで、これは互換性で考えるで素晴らしいなというふうな、ちょっと思いました。で、表現スタイルなんですけども、まあ、数が多いんですね。で、段落がちょっと数が多いんで、それ以外のものをちょっとリストを、とりあえず一覧に出しました。1列目にその英語のもので、2列目がその日本語のものっていう感じで、いろいろ出しています。で、標準スタイルだったり、ページ番号だったり、脚中だったり、振り仮名、ソーステキスト。で、ここからリストのやつ。で、ナンバリングリスト1っていうのはちょっとあるんですけど、ちょっとここで記憶に留めていただきたいんですけど、ページスタイルとフレームスタイルっていうのがあるんですね。で、こんな感じです。で、続いて次、段落のスタイル、何があるかなんですけど、ちょっとこれページ入りきってないんで、ごめんなさいね。で、ここでまあ、標準スタイル、本文であったり、段落であったり、リストであったり、見出しであったり、タイトルであったり、キャプションであったり。で、ここでまたリスト1とかナンバリング1ってやつなんですね。これは先ほど野中さんの説明あったと思うんですけど、書式とこのスタイルが違うってことですね。さっきのナンバリングの方がスタイルなんですよ。こっちは書式っていう、まあそういう感じなんですね。僕はちょっと今日の後で聞くので、それ違いよく分かったかったんですけど、まあこういうものがありますと。で、これを見た感想なんですけども、スタイルの、まあ、数が絞られているライターは、で、ドロップキャップとかプレイソルダーとかって、ちょっとまあ、パッと見てよくわからない。これはもう ODF の仕様を見るしかないなと。あと、まあ、リスト1とかナンバリング1とか、
まあ、同じ名前のものがあって、それは別物だという感じです。で、続いてワードの標準スタイルですね。ワードもあのマイクロソフトのマニュアルないのかなと思ったんですけど、PDF とかはなくて、このウェブであるこれ、これが一番詳しかったです、僕は。まあ、これ、シルバーと公開したんですけど、これもワードは5つ。文字と段落とリンクされたスタイルでリストで表。まあ、ちょっと違うんですね。で、これリンクされたスタイルっていうのは、あのスタイル見たらこういう感じで出てるんですね。リンクしたいスタイルっていうのは何が違うかっていうと、選択した内容によって文字になった段落として扱ったっていうのがちょっと違って、そこが柔軟にできるっていうところです。はい、そんな感じです。で、同じようにワードの表現スタイルをどうやって取ったんですけど、ワードの内容 API でこの WP ビルトインスタイルイミュレーションっていうのがあって、まあ、これが基本的に司っているのかな、マイクロソフトの公式スタイルがあって、そこから見たんですけど、ただしこれは表のスタイルではなかったんですね。で、欠損があるんですよ。定数名が変数ないもの、そういったものがあるんですね。で、そういう時にどういう何がやってるかって、このドックツールズっていう会社があって、そこでワードの組み込みのなんかスタイル全部公開してくれてるんですね。これで。で、それを使いました。これは。で、ちょっとここで集計出してるんですけども、表が143個あるんですね、スタイルが。まあ、いろいろ、オートマートとか多分使ってるんですよ、そういうの。で、あと、まあ、ちょっと、このスタイル名だけだと、どの段落なのか文字なのかっていうのは、リンクなのかって分かんないんで、まあ、あいさつにしてますけど、合計で265個ありました。で、表を読むと120くらいですね。そんな感じでした。で、ちょっとこれをまあ、簡単にリストしますね。で、まあ、ちょっと、ワードの特徴として、まあ、汚いところが、この、本文2とか、本文3とか、文字、本文字下げ2とか、こういうのがたくさんあるんですね。で、しかも、この、Office Open XML じゃない、ワード2003のドック形式のやつではないものとか、そういったものがあったりします。で、こんな感じですね。宛先とか、キーありますね。ワードにはキーがあると。そういう話。先ほど話しましたね。で、続いて見出しですね。まあ、これは同じなんです。で、ワードだとこの HTML 形式のそういう際があるのは、ちょっと、まあ、互換性意識してるのかなっていうふうに思いました。で、次、目次とかサプリとか、まあ、こういうものがありますね。はい。で、まあ、あと表、これが143個くらいあって、まあ、これ上でこうちょっと載せると、こういう14とか14とか、色違いでちょっとたくさんあるんですね。多分この辺組み合わせてオートフォーマットでいろいろパッと見て分かりやすくしているんだと思います。で、これちょっと紹介しますね。で、ワードの表現スタイルを眺めてますんですけど、スタイルの数が多い。まあ、表の分野があるからなんですよね。で、2段余りスタイルが多い。これが何とか2か何とか3とか番号違いとか。で、これはマイクロソフトワード2003以前の互換性のためにこういった汚い方が出るのかなっていうのはちょっと思いました。で、HTML の互換性が意識してるかな。あと2007から導入されたスタイルかな。で、表記スタイルがたくさん。はい。で、最後には HTML ですね。これは W3C の HTML5.1 の方を参照して、まあ、おそらくこういう文章で使う上に関係あるようなものをピックアップしてきました。で、これが大体、まあ、まあ、60個くらいあるという、まあ、そういう感じです。あ、ごめんなさい。HTML のマークアップにすると、実際の数70程度と、まあ、この中で少ないですね。ただ、字だけとか、そういったものを番号付きとかっていうのは CSS で自分でやらないといけない。そういうところが、まあ、こうなってるのかなと。あと、まあ、ワードとかライターに手書きとかで自己内容とかそういうスタイルがあるんですけど、これは HTML 何なんだろうとか思ったら、まあ、P 要素なのかなと、全部 P の、段落の P 要素に入るのかなとちょっと思ったりしました。で、ここからですが、ライターとワードと HTML のスタイルをもう付き合わせていくっていうのはちょっとやっていきます。まあ、これは僕の、まあ、主観的なものがたくさん大量に入っているので、まあ、観光ページなんですけど、まあ、そんなのをちょっと見てみましたという話です。で、見出しの比較です。まずタイトルがどうなるか。タイトルは、タイトルとサブタイトル、タイトルとジップタイトルって話です。HTML でこれをどうやるかっていうと、ボディっていうまあ、文書のルートとなるものがあって、そこに H1、ヘッダー1、これがタイトルとその文書のタイトルとなるという、まあ、そういう感じですね。で、ヘッディング、まあ、1から10、ワードは1からっていうんですけど、こういったものは HTML、H1 から H6 っていう要素があるので、それを使うっていうやり方と、もう一個アウトラインの書き方があって、セクション要素をネストさせて使うっていうことがあります。これを使うといえば、その H6 以上のものも表現できるんじゃないかなと思います。はい、続いて目次ですね。テーブルオブコンテンツ。これは、まあ、まあ、こういう感じで、これもヘッティングはあるんですけど、ヘッティングはこの ナビゲーションっていう要素の中に H1、まあ、ヘッダー要素はこの H1 から H6 を使うっていう。で、目次の部分はその、オーダーリスト。OL 要素、AI 要素を組み合わせて使います。で、作品は、なんていうんですかね、HTML の韓国では特にそういう仕様はなかったんですけど、多分、まあ、ナビゲーションの UA とか、そういう、DLDDD、この辺を使うんじゃないかと、考えてます。で、ヘッダーとフッターですね。ヘッダーとフッターは、それぞれその名前の通りのものがあるので、それを使います。で、サイドは、傍中ですね。本の横につく
見出し、これがワードになかったんですね、これが。これが互換性でちょっと問題になるんじゃないかと思いました。で、あと文末の脚注と脚注、あのページのすぐ下にある場合と、そのセクションの一番最後にまとめてのる参考文献名詞みたいなやつの、そういう違いなんですけど、これは、まあ、ワードライターですけど、HTML はこれをどうするかっていうのはちょっと、あの、まあ、ちょっと難しい話でして、W3C の仕様がまだしっかりしてないので、まあ、自分で頑張ってやってます。仕様ができるのを待つかとか、そういうアプローチでしました。で、続いて、まあ、パラドル、これがメインなんですけど、まあ、ボディっていうのは、まあ、ノーマルとか、そういった、まあ、基準ですね。で、続いて P。弾薬って言ったら、あの、いろいろありますよね。イベントしたとかしてないとか、なんか、時効の挨拶だとか、リストをしないとか、なんか差出人とか、まあ、多分こういうの全部 P っていう弾薬に一つに集約されるんじゃないかなと思います。で、最後に変なのは HR、デッドライン。これ、推薦性とか出ると、本当は、あの、例えば、1日が終わって明日になったとか、小説の中で弾薬が変わったとか、そういう意味で使うものなんですけど、まあ、そういうものなんです。で、リストですね。あの、まあ、箇条書きとか番号付きだとか。で、ここで注意、まあ、これちょっと気になることがちょっと何かあるんですけど、まず一つ目が、そのリストパラグラフっていう段落が、あの、ワード2007からですね。これが、あの、なんて言うと2007になって、普通に箇条書きのボタンとかを押すと、このリストが両方に適用される。で、これが、あの、なんて言うんですかね、変換するときちょっと問題があるんじゃないかな、ちょっと心配になりました。で、もう一個大事な問題が、その DLDT、定義リスト。これがワードにはそれに相当するものがない。近いのリストっていうのがあったんですけど、これちょっと機能が違うんですね。あの、DT っていうのはデータのタイトル。DD はデータの説明、デスクリプション。そうなんですけど、ちょっと違うんです。ライターはそれができてるんですけど、ちょっと違う。うん。これちょっと悩ましいですね。で、引用ですね。これは、まあ、書籍のタイトルを引用するとか、あとは、あの、なんていうか、誰かの引用を持ってくるとか、そういったことを使うので、これは、あの、まあ、できてるかなと思いました。で、テキストの強調ですね。まあ、エンファシスとか、ストロングとか、あとは、HTML 関係は何ですかね。定義とか、まあ、省略とか、まあ、アドレスとか、まあ、日付とか、Ruby があったりとか、Ruby はこのスタイルで持ってたその中で機能としても使っても、また変わってくると思うと、そういうのがありました。で、パソコン関係のやつ、まあ、コーディングとかでメモしたりするとき、これが結構僕の中で重要になってくるんですけど、まあ、ワードは結構これ、きてたんですね。で、ただ問題なのが、その弾薬コード、複数行にまたがるコードをどうやってマークアップで表現するかっていうの。HTML だと W3C で決まってるんですね。プレイ要素。を書いてその中にコードを入れたりサンプルを入れる、これが決まってるんですよ。だけど、あの、それこれ2つ使ってるんですね。こっちでプレイ、定型済みとサンプル。もしこれを本当に忠実にやるんだったら、こっちのワードとかライターも同じようにしないといけないけど、これはなんていうか、背景の色とかがなんかその辺でごちゃごちゃになって、なんか結局書いて見たくなるんじゃないかっていうので、ちょっとここ互換性の問題になりそうだなと思いました。で、続いて図表ですね。まあ、数式だったりキャプションだったり表だったり、まあ、表はワンサクさんで略します。はい、で、これで書き出すことを終わりました。で、互換のためのものがいくつかありましたね。見ながら説明しますけど、DLDT がない。膨張がワードにはない。で、作品とかが、あの、基本的にライターは10個あって、ワードは9個しかない。違うんですね。1個連れてるんですよ。HTML のコードブロックをどうするか、あの、2個入れないといけないとかあるんですね。あと、ワード2007以降だったら、リストパラグラフがあって、それ、ちゃんと変換できるのかとか。あと、まあ、膨張とか、書籍関係のものは HTML 自体に使用が不十分なんじゃないかっていうのがありました。で、まあ、これで終わりなんですけど、まあ、ここまでの発表で、ドキュメントの交換可能性について検討しました。ライターとワードの標準スタイルを、まあ、一覧化。これって、あんまり情報なかったので、僕は結構、まあ、有益だったんじゃないかなと思っています。で、HTML、ワード、ライターのスタイルの対応を確認しました。で、まあ、僕の見解なんですけど、まあ、どれでも通用するようにやるんだったら、この DL とか使わないとか、弾薬コードとか、ちょっとこれ使えないとちょっと困ると思うんですけど、この辺を避けるとか、そういうことをしないといけないかなと思いました。はい、で、あとこの発表はアドベントカレンダー2つに登録しています。以上です。ありがとうございました。どうも瀬野さん、ありがとうございます。ちょっとまだ時間がありますので、質問等ありましたら挙手の方お願いします。どうぞ。あまり本質じゃないんですけど、スタイルいろいろ紹介していただいた中で、はい、リンクスタイル。はい、というのが、私はあまりまだ使ったことがなくて、もう少し教えてもらえないかなと思います。ワードのやつですか、リンクスタイル。あ、リンクスタイル、ワードの話か、ここの話ですか、リンクスタイル、スタイルですね。はい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 、はい、そうです、そうです。あ、それワードですね。ワードですね。じゃあ、ライターではあまり気にすることない。ライターではそういうこの機能がないんで、まあ、そうですね。まあ、ちょっとこの機能あったら、まあ、柔軟性があって、まあ、あった
他ありますでしょうか。せっかくなので何か。あ、山さんお願いします。いつのフォーマット比較してるんですけど、はい、一番簡単そうな HTML に合わせたら、はい、HTML で再現できる要素は誰も再現できるんでしょうか。HTML でできるけど、あのブロックコードがちょっと問題になるかもしれないっていうのもちょっとありますね。で、あと他にも何かあるかな。パッと思いつくのはそれくらいなんですけど、逆にその作品とかが HTML できないですよね、企画中とか。そういったところで、あの、まあ、HTML もともと本を書くとか、そういうものだけで、ウェブのものなので、そこでちょっと、あの、なんていうのね、あの、行き違いができるので、なんていうか、まあ、HTML ができたら完璧じゃないかっていう、そういう単純な話にならないんじゃないかなと、ちょっと思ってますね。他ありますか？はい。例えばですね、複数のフォントを指定するっていうのは、あのセミコロンで並べてっていうのを、あのリブレで、リブレだとか、CSS ではできますよね。あの多分ワードでできないと思うんですけれども、その辺の互換性って、気にされたりします。もう一回お願いしていいですか、最初。あのセミコロンでフォント名を列挙していくと、あの前から優先度をつけて、あのなければ次のフォントを使うっていうのがあるんですよ。あ、そうなんですか。ちょっと初めて知りましたことが。何回もあるのかなと思ったんですけど、あの前から前から使われていくっていう意味なんです。その順番にあのマッチしていく機能が何ですか。使い方なっていうか、あのワードにはないっていう見解でいいんですかね。ちょっとそれはなんか伝えと関係あるんですかね。ちょっと僕その機能知らなかったので、ちょっとあの答えのが難しい。あの日本語の英語のやつだと感じないとわからないですけど、日本語の LibreOffice なんかをインストールして、つまりファイルを新規作成して、最初に出てくる、の状態を見てみて、はい、それのフォント欄みたいですね、はい、2つ並んでいってるんですよ。だから、MS、Windows だったら例えば MS5 紙っていう、はい、カタカナの MS5 紙と、はい、アルファベットの MS5 紙っていうのがセミコロンで区切られたフォント名がなるほど。でそれは多分その日本語名でヒットしなかった場合にアルファベット名のフォント名を使用しなさいねという意味合いで使われているらしいですね、今の話が。なるほど。でそれをいっぱいつなげていくと5紙とか中の時は民調にしなさいねとか教科書体にしなさいねという並べ方をやろうと思えばできるという機能はどうリブレオフィスはあるらしい。なるほど。ワードは多分それがないんじゃないかでしょうか。あ、実際 CSS でも同じことやってるんですよ。そこの互換性の部分はどうかなっていう話があると思いますね。すいません、ちょっとそこの本当のその、まあ、その話とかちょっと全然あのしてなかったんで、ちょっとあのちょっと分かんないです。はい、CSS でその順番にマッチするのが好きなんですけど、ワードでそんな機能があるけど、あ、ワードって言えるか知らなかったんですけど、あの、は見えてなかったですか。他ありますでしょうか。次はコメントなんですけど、はい、結局文章構造としてのスタイルと、はい、見た目としてのスタイルっていうので結局やっぱり2つの観点があって、はい、文章構造として互換性を取るのか見た目の設定の仕方で互換性を取るのかっていうので、ただちょっといろいろ問題がもうちょっと切り分けたいのかなっていう。だから今の本当の話は見た目同じ見た目を両方でできるかっていう話につながっていて、文章構造同じ文章構造をキープできるかって話は多分違う話だなって感じで、そこら辺でなんかちょっと切り口を絞って、スタイルの比較とか、スタイルというか、そのアプリ、HTML と、まあ、ワードと、UFX とで比較したら、なんかちょっといい互換性のラインとかも見えるんじゃないかなと。なるほど。ありがとうございます。聞いてて感じます。参考させていただきます。HTML に寄せるんであれば、多分見た目よりもどっちかの文章構造によるんでしょうね。そうです。はい、時間も、いい時間になってきましたので、これで終わりたいと思います。どうも、瀬戸さん、はい、ありがとうございました。はい、で一応15分まで、休憩しますので、お願いします。